ペドリ的な上手さありますよねちょっとプレーが縮こまりましたよねダウンズラこうパッションで引っ張ってきる結構ミスも目立ったりしますよねすげえリバプールファンだったんじゃないですかスミスローがポジショニングうまいのはいるべきとこいるだけじゃなくて ちゃんといるべきタイミングで現れるから、アピアリングができるからっていう、一回背中入ったとこから出るっていうペドリ的なうまさありますよね。レノはラムズデールと比べて足りない部分はどんな部分だと思いますか。個人的にはレノも好きな選手です。レノはなんか一歩すぎみになって、ボールつなぐのをあれになったりとか、ちょっとプレーが縮こまりましたよね。交代された時期というか、正規一般変わった時期。ラムズデールはレノと、レノは冷静に淡々やるタイプ。淡々とやるタイプだけど。ラムズデールはこうパッションで引っ張ってくるタイプ。ラムズデルの方がコーチングうまかったりとかするかもしれないですね。イングランド人だし。カーティスの長所。 短所いやでもあれですね、ポジショニングちゃんと取れて、基礎技術高くてみたいな感じだけどね、短所は最近試合感が少ないから悪いのか、悪い,感がし悪いから試合に出ないのか、結構ミスも目立ったりしますよね。あと他の選手というのは細かい突破力だ、ドリブルの癖だとか、そういうところまでは見られてないですね、出番が少ない。 でもあって。バルベルトのクロスシュートの相撲いっと。まあでもいずれにしろファーに打つっていうのは大事なんですよね。あのー、まあそれを意表ついてニアもあるんだけど、やっぱキーパーが弾いた時のこぼれになりやすいし、外の選手がそれた時に、あの、ベニシウスみたいにね、詰められますしってことですよね。クロースは優勝後のインタビューでブチギレてましたが、海外のインタビューはって空気もないです思想が強いというか、なんか、ちょっとでもああいうに消しかけたら数字になるしみたいな。哲学が違う、文化が違うというか、まああの人はちょっとおかしいと思いましたよね、僕すげえリバプールファンだったんじゃないですかわかんないけど。でもあれは良くないです